それでは今回は、カタリスト投資顧問の、副社長 COO、小野塚さんを、呼んで、エンゲージメントとアクティビズムの、違いについて、話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、小野塚さんは、4月に入社ということなんですけれども、それまでの経歴を簡単に教えてもらえますでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。カタリスト投資顧問の小野塚と申します。私はですね、大学卒業後、ずっと外資系の金融を、やっておりまして、過去20年間、こちらに来る前は、アメリカの、ゴールドマンサックスアセットマネジメントという会社の、東京の、支店でですね、資産運用の、様々な分野に、関わってまいりました。ちょうど移籍したのが2000年でしたので、当時、銀行の窓口販売が、投資信託について始まっていましたので、そちらに注力するということで、営業の部門に行きまして、いわゆる、投資信託を、販売の会社に営業すると、そんな担当しまして、その後海外に行ったりですとか、あるいは事務をやったりですとか、で直近10年ぐらいは運用部というところにおりましたけれども、その最後のところで、今よく聞かれます ESG 投資、こんなところに関わってまいりました。小野塚さんは実は我が国の ESG とかエンゲージメントに関しては、手前味噌で恐縮ですけれども、かなり有名人でしありがて、とうございます。ESG、エンゲージメント、スチュワードシップコード、オペレートガバナンス改革などの、いろいろな政府も含めた活動に、関わってきています。今、ESG 投資という話があったんですけれども、まずその ESG の部分から、ESG 投資、あるいは ESG って何なのか、説明してもらえますでしょうか。はい、ありがとうございます。おそらくそのご覧の皆様もですね、ESG 投資、新聞であったり、雑誌であったり、目にする機会多くなったと思いますが、なかなかちょっと難しいコンセプトというか、分かりにくいなと思ってらっしゃる方、多いと思います。で、これ実はですね、我々のような資産運用する、側でもですね、ここ最近かなり整理が進んできたということですから、決して皆様だけがよくわからないというような状況ではないかと思います。簡単に言うと、ESG というのは E は環境、S は社会的責任。で、G はガバナンスということで、いわゆる企業の、非財務分野ですね、こういったところに着目して、例えば企業の価値を測る、あるいは我々のようなお仕事ですと、企業の評価とか分析をする際に、そういった視点を盛り込んで評価をするというような、そんな運用手法というふうに言えるかと思います。これは ESG というのは、あるいは国連が SDGs とか、世界的にこの、ESG、サステイナビリティも含めて、ソーシャルサステイナビリティ、ガバナンス、エンバイロメントとか、すごい力をこう世界的に入れてきていると思うんですけども、私の理解では、例えば、ブラックロックだとか、ああいう巨大な運用会社になると、基本、マーケットにあるすべての上場会社に投資をしているので、選別して買う、買わないってことがなかなかできなくて、インデックス投資も巨大なので。で、そうすると、買う、買わないできないので、持ち続ける中で、いろいろな会社に対して、意見を言うのが、逆にファンドマネージャーとしてできることは、どれを買う、買わないじゃなくて、何を言うかなっていうふうになってきて、で、その時に、ESG という、尺度が大変重要になってきたんじゃないかっていうふうに、私はもともと ESG はこう門外漢なんですけれども、傍から見てるとそういうふうに見えたんですけれども、それは概ね合っているんでしょうか。ありがとうございます。そこについてはご理解の、通りだと思います。ですので、今、多くの、投資家が投資をしているような企業、市場全体にまんべんなく投資をするようなパッシブ運用と呼ばれる場合には、本当に持っている株を売ることができない、市場全体へのエクスポージャーがあるのでということで、そういう部分もあります。ただ、そういった活動が、高まれば高まるほどですね、やはりそれに、配慮している企業と配慮していない企業、
あるいは配慮しているんだけれども、それがなかなか、表面化していない、あるいは外部の人に分かってもらえないというところで、実は企業の価値に差が出てきているということに、いわゆる選別をして投資をする投資家も気づいてきたというのが近年の動きです。ですので、私もそういったそのパッシブにかかるようなエンゲージメントもやってきましたけれども、一部、直近でもですね、こちらに来る前も、いわゆるアクティブファンドと言われるような企業を選別して投資していく中にも、一つ一つの企業を見るときに、E と S と G の要素をどこが強みで、どこが改善点があるのか、こんなところに着目して、投資をすると、そんな手法にも携わってまいりました。で、実際に ESG のスコアがいい企業と、それらの企業群の、長い目で見た株価のパフォーマンスっていうのは、これは相関はあるのでしょうか？はい、これはいろいろな論文が出てますけれども、ある分析によりますと、9割ぐらいが、スコアがいい会社の方が、パフォーマンスが良かった、あるいはマーケットと同等であったというような結果が出ていますので、一概にこれはダメだと、あるいは関係ないということではなくて、おそらくそこに高い相関があるんだろうということが言えます。で、もう一つはですね、やはりそういった人たちが、まあ、過去10年、まあ、10年前よりも今の方がやはり増えてきてますので、日々の株価の動きというものが必ずしもスコアの高い低いだけではないですけれども、 ESG という視点から踏まえて企業に投資をするしないということを決めている人がマーケットに多くなってきていますので、そういった影響というのを企業も受けている、株価に反映されていると、そんなところはあるかと思います。まあ、最近の株価の動きとか、まあ、個別株の動きを見ていると、まあ、ネタという言葉が適切かどうかで、ESG というテーマを軸に、まあ、大きくこう株価がリバーサルしたりとか、まあ、そういうなんか株価の、まあ、そのインデックス全体じゃなくて、個別株の株価の、まあ、変動要因に、まあ、随分なってますよね。はい、そう思いますね。で、それはやはり気をつけなければいけないのは、必ずしも ESG だけが、まあ、あるいは ESG が主となる要素で、株価が動いているというわけではない場合もありますので、1ファクターになっているということ、それからさあさりながら、企業の評価をする際にですね、こういった非財務分野の部分がすごく投資家の中で評価の大きな部分になってきていて、ある分析結果によるとですね、85%以上の、市場価値が、無形資産から来ていると。で、これは1975年ぐらいですと、15%ぐらいだったということは、やはりこういった、企業にある人材ですとか、あるいは、まあ、イノベーションというようなところ、あるいはもう少し、守りの部分でデータに関するようなデータセキュリティとか、そういったところに関する、動きというものが、企業の、力、価値の一部になってきている、より濃く、反映される時代になってきているということなのかなというふうに思います。まあ、そういう ESG を軸にこう企業といろいろ対話していくことを、まあ、業界でというか一般にエンゲージメントっていうふうに言っていると思うんですけれども、まあ、そのエンゲージメントと、この我々のこのマネックスアクティビストファンドのアクティビズムっていうのは、どこが違うんでしょうか？ありがとうございます。そこは逆に言うと、ちょっと同じところと違うところと両方お答えしたいと思いますけれども、同じところという意味では、まずエンゲージメントの意味ですね。エンゲージメントというのは、日本の例えばスチュワードシップコードのようなところですと、目的を持った対話と、これは投資家と、それから投資を、受ける側の企業、この2者間での対話に、について言っています。で、アクティビスト、あるいはアクティビズムという言葉はですね、株主アクティビズムというふうにも呼んだりするんですが、これは、株主としての、利益を守る活動ということですので、そういう意味では、アクティビズム活動、あるいはアクティビスト活動というのは、企業の、長期的な企業価値を上げ、それによって株主の利益も上げていく、まあ、守っていくという意味では、エンゲージメントと根っこは同じということになるかと思います。で、一方で、概念としては、エンゲージメントはその、手法だったり方法という意味での対話を示していて、アクティビズムというのは、もう少し全体として、
その、投資家の利益を守るということかなというふうに思っています。ちょっとか、まあ、個人投資家の方々という株主がいて、その株主の、まあ、あるいは、まあ、あるいは機関投資家という仲介者を通してこう株主というのがいて、で、その利益を守る活動がアクティビズムで、で、その手段としてエンゲージメント活動をして、企業に対してまず一つは ESG などの資財務の分野についての対話を行い、で、プラスそういう ESG エンゲージメント以外にも株主の価値を守り伸ばすための、まあ、なんかこう対話というか提案であるというか、そういったことも、まあ、そういう意味でのエンゲージメントも行う。で、これでまとめてアクティビズムであるというふうに考えていいんでしょうか。よろしいと思います。そういう意味では、カタリストには実際にその事業の例えばポートフォリオですとか戦略ですとか、あるいはその、株主、少数株主に対する配慮のあり方ですとか、そういったところをメインにですね、ファンダメンタルズから議論をしていくような運用チームと、それから、まあ、私のように非財務の部門で、どこがより改善できるのか、あるいは将来的にこういった ESG の流れを見たときにどんなところがリスクになるのかということを、インプットするチームと、まあ、ある意味2つ一緒に今後は活動していきますので、まあ、当社の、アクティビスト活動というのはかなりそういった意味で財務と非財務がバランスの取れたものになるんじゃないかなというふうに思っています。そうですね。これは別の回でも詳しく説明しているんですけれども、マネックスアクティビストファンドはボトムアップリサーチを、する、活動と、あとマーケットインサイト、マーケット市場にどういう需給の問題とか、まあ、様々なこう市場にあるこう情報というものがあって、この2つを、これをしっかりやる、まあ、メンバーもいて、この2つを、まあ、フュージョンさせて、で、それを、エンゲージメント、発行体との対話を通じてこれをこう実現していくという、そういうプロセスだけれども、その時に加えて、非財務の部分についての、まあ、企業活動の改善というのが、データ的に見ても中長期的に会社の株価のパフォーマンスにもプラスなので、そこもしっかり見ていき、それもエンゲージして、全部まとめてアクティビズムというか、やっていく。ということですね。そういうことだと思います。ということで、エンゲージメントとアクティビズム、まあ、似てる部分、まあ、重なってる部分も多くあるんですけれども、まあ、あえて言うならアクティビズムのがちょっと、株主寄りであるという言い方、あるいはちょっとひもう少し広い概念かなというふうに思うんですけれども、まあ、そういうことを、しっかり実践しながら、このマネックアクティビストファンドを、運用していきたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。